伊豆市神社アメノヒボコが将来した神宝の神霊、及びアメノヒボコの神霊を祭神に祀る。伊豆市神社姫島白木主要伝承地の文布アメノヒボコは、危機党に伝わる白木の王子。父は白木第四代国王奪回王とされる。日本書紀ではアメノヒボコ、古事記ではアメノヒボコ、多文系。日本神話、古事記等では帰家人、張間国風土記では、 神と位置づけて記述される。アメノヒボコ曰く、父の国を探しに、日本に訪れたとされる。なお、父親にあたる脱会に資金は、三国式によれば、タバーナ国の王妃の子とされ、シラギへ渡来し、シラギ王となった。オーバーナ国は、田島、丹波地方とする説が有力であり、アメノヒボコも、同地域に上陸している。追認天皇三年上、編集。 日本書紀では、追仁天皇3年3月上において、白木王子の雨のノぼこについて記されている。その際に次の七物を持ってきて、これらを田島国に納め長く、信奉としたという。追認天皇期3年上一雲の経図道場に、記された別伝によると、雨のノぼこは初めハリマ国に停泊して、思想優にいた。これに対し、天皇は、 大友氏と長尾氏とをハリマに派遣して、雨の日ヒボコの尋問をさせた。この時、アメノヒボコは、白木王子であると自称し、日本に成功がいると聞いたので白木を弟の地位西へに任せて自分は日本への帰属を願ってやってきた、と語った。そして次の八物を献上した。そこで天皇は、ハリマ国志総優と淡路島で朝さの二言に、 雨のひぼこの居住を許したが、雨のひぼこは諸国を遍歴して基地を探すことを願ったので、これを許した。そこで雨のひぼこは、都道川を遡って、大見国はれメイに、しばらくいた後、大見から若狭国を経て、田島国に至って居住した。大見国鏡村の谷の当人が、雨のひぼこの従者となったのは、これに由来するという。また雨のひぼこは、 田島国出島の太耳の娘の朝、田ガラスをめとり、朝田ガラスとの愛の子に、田島諸助を設けた。そしてこの諸助は、田島日奈良義根を設け、日奈良義根は清彦を、清彦は、田島守れを設けたという。水人天皇八十八年上、編集水人天皇期八十八年上の系図、日本初期、水人天皇八十八年七月上によると、 白木王子を自称する雨のひぼこが持ってきた田島の神宝を見たいと天皇が言ったので死者を使わし、雨のひぼ子創尊の清彦に勅命を下して献上させた。その神宝とは次の古物であった。ただしこれらとは別に、伊豆氏という名の小刀一口があったが、清彦は献上を望まなかったので頬の中に隠して身に帯びていた。 しかし天皇が清彦を偶しよと御所で酒を与えたとき、その小刀が法の中から出た。清彦は隠し通すことを断念し、これが神法の一つであることを根性すると、天皇はこれと他の神法とを一緒にして神父に収めた。そのしばらくのち、天皇が神父を開くと小刀が自然になくなっており、清彦に人を使わして問いただすと、清彦は、 小刀が自然と清彦の家に来たがその日の朝には、亡くなったと言った。天皇は、恐れそれ以上は小刀を求めることをやめたが、一方の小刀は後に自然と淡路島にいたり、発見されたので島人により祠に祀られたとする。また、道場では続けて、昔話として、白木王子の雨の日ぼ子が小舟に乗って、田島国に停泊し、そのまま田島に泊まったと伝える。 そして、アメノヒボコは、田島国の前積み見娘の朝の大ガラスをめとり、朝の大ガラスとの間に、田島諸助を設けたとし、これが清彦の祖父であるという。その他、編集工術の古事記では、姫子奏者の由来がアメノヒボコと赤龍姫神の伝承として記述されるが、日本書記では、水人天皇二年上の中において綱が嵐とと、その妻の伝承として記述されている。 王神天皇記の経図、古事記、王神天皇記では、その昔に、白木王子という雨の日母子が捕来したとし、その捕来の理由を次のように記す。白木国には、アグや妻という名の沼があり、そのほとりで癒しい女が一人昼寝をしていた。そこに、日の光が虹のように輝いて、女の陰部を刺し、女は身ごもって赤玉を産んだ。 この一連の出来事を伺っていた、癒しい男は、その赤玉をもらい受ける。しかし、男が谷間で牛を引いていて、国王のこの雨のひぼこに遭遇した際、雨のひぼこに牛を殺すのかと咎められたので、男は許しをこうて、赤玉を献上した。雨のひぼこは玉を持ち帰り、それを床のあたりに置くと、玉は美しい少女の姿になった。 そこでアメノヒボコはその少女と結婚して、制裁とした。しかしある時に、アメノヒボコがおごって、女をののしると、女は祖国に帰ると言って、アメノヒボコの元を去り、小舟に乗って、南馬へ無底に泊まった。これが、南馬の姫後、僧の社の明か姫神であるという。アメノヒボコは、妻が逃げたことを知り、日本に捕来して、南馬に着こうとしたが、 何はの私の神が遮ったため入ることができなかった。そこで再び、白木に帰ろうとして、田島国に停泊したが、そのまま田島国に泊まり、田島島田尾の娘の前罪を、目取り、全罪との間に、田島母旅すぐを設けた。そして、田島母旅すぐから、沖縄大姫命に至る系譜を伝える。また、雨の日母子が伝来したものは、田松宝と称する、次の八種。 であったとする。そしてこれらは、伊豆市の八前大臣と称されるという。古事記では、その後続けて、この伊豆市大臣についての物語が記される。はり国風土記編集岩大臣を祀る岩神社、はり国風土記では、雨の日ぼこについて、次のような地名起源説話が記されている。筑前国風土記編集、筑前国風土記一文によると、 たらしなかつ天皇による熊、総征伐のための畜死行幸の際、糸あがた主らのその糸手が出迎えた。糸手は、そのことの中で、自分を、高来国の医療さにあもった日々の光栄としている。その他、編集、雨の日ぼこの名はないが、関連伝承として、摂津国風土器一文によると、応人天皇の時に、白木国の女神が、夫の元を逃れ、畜死国の、 伊波比の姫島に住んだ。しかしこの島はまだ、白木から遠くないため、男がやってくるだろうと、さらに、摂津国の姫島松原に移った。そしてその地名へ、姫島は、元の島の名を取ったことに由来する、という。また、武前国風土木一文では、白木国の神がやってきて、田川郡自家春里の付近に住み、鹿春の神と称されたとする伝承を記す。 大道二年平産の古号周囲では、水人天皇城において、白木王子の海日抜きありが捕来し、田島国伊豆主軍に大社を成したとする。雨の日墓に関わる神社としては、田島国一宮の伊豆市神社が知られる。この神社は、演起式神明朝では、田島国伊豆主軍の名神大社として、伊豆市座神社八座と記載されるが、これは、古事記の 伊豆市の八前大臣とも一致することから、古事記編纂の8世紀初頭に遡る頃から八柱の神々が祀られていたとみられる。現在では、雨の日墓が将来した八種神宝の神霊が、伊豆市、八前大臣として祀られるとともに、雨の日墓の神霊が合わせ祀られている。この伊豆市神社の宗師は、社殿を別とすると、 実際には雨のノヒを報じる一族が、その将来した宝物を祀ったことによると、推測される。田島地方では、伊豆市神社の他にも、関係者数社の分布が知られる。上記のように、雨のノヒは、日本初期、古事記では田島諸助から、神宮皇后に至る、諸人物の祖、また、筑前国風土器一文では、伊藤あがた主らの祖とされる。新先生史録では、 次の氏族が光栄として記載されている。雨の彦ヒ伝説は、日本初期、古事記のうちで代表的なトライ伝承になるが、一般には一人の歴史上の人物の説話ではなく、集団を雨の彦ヒというしそがみに象徴した説話ではないかという考えもある。雨の彦ヒの名称自体も日本名であり、伊豆市地域を中心とする、伊豆市市が放散したひほこ、ヒホコ。 日槍を人格化したことに由来する意見もある。伊豆市神社が弥生遺跡の中心地に位置することや、祝列による開拓伝承の存在から、濃厚伝来の時期とする説がある一方、日本初期の当人という記述から、末期生産の始まる5世紀以降と推測する説がある。また、雨の日墓の伝承地では、鉄文化との関わりが見られることから、末期、 製鉄技術伝来の伝承を背景に見る説もある。ハリマ国風土器において、ハリマの地方が見たる吉原氏許可または岩大臣との争いが記されることも、そのえの様子の一面を表す伝承として注目されている。この伊豆市市一族に関して、日光管制による解任説話がモンゴル、満州など東北アジアに広く見られる神話であることから、 もともとはヒホコを最主義に持つ、大陸系の日人信仰を持つ集団であったと、想定する見方も存在する。加えて、日本書紀に記されるハリマ・大見若ワ田島という、変歴は、この集団の移動、または、分布を反映すると言われる。この伊豆氏族の死については、伊豆氏君と称したとする説もあるが、古代田島の人物としては見えないため明らかでなく、一族自体が、 比較的早期に衰退したとも言われる。伊豆市君とは別に、三宅氏と見る説もあり、その説では、山東県が三宅経営を行う6世紀以後に、伊豆市神社法祭氏族が三宅氏を称し始めたとする。姫元総神社、古事記中に見える明る姫を祀る、姫御奏者に関しては、演起式神明町での摂津国崎西軍の姫元総神社。 現在の姫本総神社に否定される。大阪市付近では、式内社として赤止め姫命地神社の分布も知られるが、この伝承に関わる明る姫は、もともとは日保子を祀った巫女を表すと言われる。このような、姫こその神の伝承は、日本初期、水人天皇記にも記され、そちらでは、綱が嵐との伝承として記述されるが、その伝承は、雨の日保子伝説と、 同行為局のため同一の神に関する伝承と見られている。アメノヒボコの名称自体についても、ツヌガーラとの日本名になるという説もある。なお、筑前国風土器一文では、アメノヒボコ公営として、糸上がった主一族が見えるが、この糸群周辺をトライ系集団の最初の上陸地と推測する説もある。また、この糸地域をはじめとして、アメノヒボコ、 津川嵐と伝承地と神宮皇后伝説地がほぼ重なり合うこと、また系譜もつなげて記述されることや、神宮皇后伝説にも呪術的な玉が品質することなどから、伊豆氏族の伝承が神宮皇后伝説に取り込まれた様子が指摘される。伊豆市神社号伊豆市神社岩神社、伊豆市神社主要関係地の分布田島地方では、 上日の伊豆市神社をはじめ雨の日墓に関連する式内者数社の分布が知られる。主なものは次の通り。伊豆市町市では以上の他木の先群の海神社も関連者として挙げる。また大英4年の社門坊伊豆市神社収蔵館人長をはじめとする文献には伊豆市神による豊岡盆地、伊豆市盆地の祝列伝説が記されており。 雨の日ぼこないしその放災士族による伊豆市開拓との関連が指摘される。注釈出典書籍サイト。ありがとうございます。